スナックブルボンね。いらっしゃいませ今日は寒いですなそうなのよ冷え込んで冷え込んでさんで、ね、寒いと言えばちょっとお寒い話がさお寒い話だたじゃないうもうなんか強引なままよ私<う>強引に本編尺の短い本編に結びつけるままよ,よあの昨日ね配信された東洋経済オンラインさんの記事でほうほう 自衛隊の性加害生んだホモソーシャルの醜悪さと自分には関係ないと思う男性の盲点というね、うん ちょっとおって思うようなタイトルの記事があったんだけど、はい、まあお二人は、ね、メディアの人だからホモソーシャルって単語をご存知なのよね。結び男性同士の結びつきみたいな意味。そうそう、なんかね、私もうなに若い頃にこれを聞いた時は、うん、ホモとか思って、なんかうちの業界のいい何かみたいな。そっちじゃないんですよね。そうそう、何十年か前は思ったんですけど。<laughs> うん あのホモってもともとほら、あの同一のみたいな意味ですから、同性愛の意味にもなったように、これは男性同士の本当そう。コミュニティのことを言っていて、むしろゲイとかは排除されちゃうような空気のあるようなコミュニティのことを言ってるのよね。で、今回のあの話題になったね。こう自衛隊のあの性加害問題。そもそもあれって最初。 事件発生時その場にいた20人ぐらいの加害者とか目撃者にあたる人全員がやってないし見てないって証言したっていうねでそれでやっぱり泣き寝入りしなかった被害者の方がまあ署名活動とかもしたことで最終的にね先日もニュースになってましたけど訴えが事実であったこととか他の女性隊員にも同様の被害があったことを認める発表がされたから最初の段階では20何人が全員口裏合わせてやってません見てませんって言ったという事実 はっきりしちゃゃうわけじゃない、うん、これってすごい恐ろしいことででもこれぐらいの人数の男性たちがそうやって自分たちの、まあ、中に特に強いことを言う人がいるのかもしれないけどこういう口を裏合わせとこうぜみたいなことが多分いろんな業界で行われてるんだよねということをこちらの記事ではピシッと書いてらして改めてその「ホモソーシャル」って単語に戻ると定義的には女性および同性愛を排除することによって成立する 男性間の緊密な結びつきや関係性を意味する社会学の用語になるのね<ー>、まあ、なんか私のイメージでは私とかはあまり通ってこなかった体育会系のりとか 商社の営業の皆さんのノリとかああいうところで特に顕著に見られるタイプの絆の感じで,でそこでどうしてさっき女性および同性愛者を排除するって言葉が出てきたかというとそこではいわゆるちょっと女性嫌悪なんて略されるみそ死に、まあ、女性をまあ性の対象として見てその感情とかそういう優しさというよりは「これから風俗行こうぜ!」みたいに盛り上がるとか「うんうん、お前あいつとした!」みたいなそういうことで盛り上がるとかそういうやらしさ の会話がが起こりがちだとで当然だけどそこは俺たちは女性が好きなやつらだなっていう,こう意識があるからそこに同性愛的なものはむしろ嫌うものとして。 あ,のあいつちょっとやばいんじゃねそっちじゃね、うん、みたいな話題もそういう集団ではされやすいみたいなところがあるので,で、まあ、さらにそのさっきの女性観もそういう人たちの中では女性の家事道によって頼るみたいなことが前提としてある人が多いので家父調整を助長すするよううな価値観もその集団からは生まれやいいっていうでただ、ね、面白いのが近年の研究者の中では女性同士の世界の中にも女性のホモソーシャル的なもの があるんじゃないかって分析する人もいて、例えばこうやおいとかボーイズラブを好む女性オタク、ね、いわゆる腐女子みたいな世界とか、まあこうエンが女性だけの宝塚歌劇団ファンみたいな人たちの間では、ホモソーシャル的な絆もその集団にはあるんじゃないかって分析はされていて、なるほどね。でねこのホモソーシャルってことをすごくわかりやすく。 こう解説してくれているパレットオークっていう多様性を考えるメディアのがあるんですけどそこで漫画化されているのねどういうものかっていうんでそこでなんか男子たちがワイワイ喋ってる中でこのホモソーシャルってことをあの説明しているのでこれだとなんか変に社会学の用語みたいに頭でかちにならず自然とああ自分もこういう経験男同士の付き合いの中でしてて実は自分はなんかみんなに。 こう風俗とかキャバクラとか行こうよって当たり前に言われるのが苦手だったんだよねみたいな人たちの気持ちとかも描かれているので,いい、ね、でそうなのよこういう話をすると、うん、基本的には今ある男性社会の問題を語るっていうことになっちゃう分だけ、はい、男性からすると耳が痛いみたいな,、うん、なんかまた男の悪口かみたいに思ってしまう方もいるんだけど実はこういうことがあることで男性たち自身も結構面倒くさいものに巻き込まれるとか こうなんだろうやっぱ上下関係の厳しさの中でそれこそさね最初に言った事件だって中には本当はこんなことしたくないって思った人もいたかもしれないけどそういう傷の中ではそんな歯向かうことを許さないぞって空気も同時に発生している問題があるからそれによって自分が例えばほらあの運動部の子たちがさ性的暴行働いたっていうの定期的にあるでしょうあれも集団が盛り上がってしまうともう善悪の判断がつかないノリみたいなものが強固になってしまって 本来冷静な時であればそういうことするタイプじゃない子もその中に巻き込まれちゃったりするからそれをほっとくと自分自身も被害を っったり人生が狂ってしまうことだってありえる空気だってことなんだだよね、うん、だから熱いね試合に勝つぞみたいないい方の絆はいいんだけど、うん、そこから女性をバカにするとか、うん、性の対象として軽んじるとかあとまあそれ以外の性的少数者の存在をバカにしたり否定するとか、うん、そういう性格がくっついてきやすいところがとても問題だって話なのよね。うん うん、あの連続ドラマで「ミステリーという流れ」っていうのがあったのにあれの第1話で菅田将暉さん演じる久能整さんが伊藤沙莉ちゃん演じる女性刑事に。 あのもうやめたいって言ってるんだけどいやいや、男性たちでいろんなことを決めているこういう場所にあなたがいることが浄化作用になるから絶対女性もいてほしいみたいなメッセージを送ったときに、うん、まさしくそのホモソーシャルへのメッセージだなと思いましたねは男同士の絆ホモソーシャルが生む性加害スナックブルボンヌこのコラムはポッドキャストや YouTube でもお聴きいただけます。ぜひチェックしてください